木星や土星のような木星型惑星では大量の金属水素を含む可能性がある。金属水素は水素が圧縮され相手にを経て金属的性質を持つようになった状態のこと。宿体物質の一例である。2017年1月にアメリカ、ハーバード大学のシルベラ博士らが確認したとされるが、 反論や疑問視する意見が数多く出ているため、現在までも金属水素の実在は証明されていない。もし金属水素が存在するとすれば、固体状態では水素原子核の結晶合子の間隔は棒は半径よりもかなり小さく、電子のドブロイ波長と同程度と予測されている。電子は束縛されず、金属における電動電子のように振る舞い、 液体状態では、陽子は格子に並ばず、陽子と電子の液層系となるとも予想される。圧力下での水素の金属化水素は、周期表上でアルカリー金属の列の最上段にあるが、通常の状態では、金属ではない。しかし、1935年、友人ウィグナーとヒラード、ベルハンティントンは、25GPA 程度の超高圧で、 水素原子は電子を保持できなくなり、金属的な性質を示すことを予測した。それ以降、金属水素は、高圧物理学の聖配と呼ばれるようになった。必要な圧力についての当初の予測は、後に低すぎたことが証明された。ウィグナーらによる、最初の研究以降、様々な理論計算が行われ、高いが、実現可能な程度の圧力が示された。 水素の金属化のために地球の中心部よりも大きい 500GPA 以上の圧力を作り出す技術が開発された。液体の金属水素ヘリウム4は 0. 点エネルギーが高いため通常の圧力と絶対0度近くの温度では液体である。高密度状態では陽子の 0. 点エネルギーも高く配列エネルギーは高圧で減少すると考えられている。 ニール・アシュクロフトらは、縮体水素で有点が最大値になるが、400GPA 程度で、低温でも水素が、液体金属になる密度の範囲があると主張した。超伝導性1968年、アシュクロフトは、金属水素は、基地の候補金属よりもずっと高い室温程度で、超伝導性を示し得ると主張した。この説は、音速が非常に速いこと。 電動電子とフォノンの結合が強いと思われることから考えられた。量子流体の新しいタイプの可能性今日、物質の超状態として知られているのは超電動、超流動、超固体である。アゴール・バブブは水素や重水素が液体金属状態を取る場合、それらは地壁の中で安定に整列し、超電動とも 超流動とも分類できない二つの新しいタイプの量子流体、超電導超流動か、金属超流動の状態を取り得ると予測した。このような流体は、外部磁場と回転に高い反応性を持つと予測され、バブブの予測を実証することができると考えられた。また、磁場の影響下では、水素は、超電導から超流動、また逆に、 超流動から超伝動に相転移を起こすことが予測された。必要な圧力を減らす、リチウム添加2009年、ズレックラは、リチウム合金リー6が、水素の金属化に必要な圧力の4分の1で安定となり、同様の効果は、22のラインでも成り立つことを予測した。衝撃波による水素の金属化1996年3月、 ローレンス・リバモア国立研究所の研究グループは 0.6gcm の密度の水素に数千ケルビンの温度と 100gPA 以上の圧力を数マイクロ秒間かけ初めての金属水素を思いがけず発見したと報告した。研究チームは金属水素ができることを期待していなかったため当時必要だと思われていた固体水素をチーず また金属化理論から導かれる温度よりも高温で実験を行った。250GPA 以上の圧力をかけるためにダイヤモンドのアンビル中で固体水素を圧縮していた以前の実験では検出可能な金属化は見られなかった。研究チームは 予測される電気伝導度の変化を測定する目的でミサイルの研究に用いられていた1960年代のライトガスガンを用いて0 5ト、mm、ルの厚さの液体水素サンプルが封入された容器に衝突板を発射した。液体水素は電気抵抗を測定する装置につながったワイヤと接触していた。研究チームは圧力が 140GEPA まで上がると 電気抵抗として測定される電気エネルギーのバンドギャップがほぼゼロに低下することを発見した。冷圧縮状態での水素のバンドギャップは約15電子ボルトで絶縁体となるが圧力が非常に大きくなるとバンドギャップは0.3電子ボルトまで徐々に低下する。液体の熱エネルギーが0.3電子ボルト以上のため水素は金属状態にあると考えられた。 1996年以降のその他の実験より低温低圧で金属水素を作る試みが多く行われた。コーネル大学のアーサー・ルオーフとチャンドラバズ・ナラヤナは1998年、原子力庁のポール・ルーベア・トレーナ・レトレックは2002年に地球の中心に近い圧力と100から300系の温度で水素のバンドギャップはゼロにならず、 真のアルカリ金属にはならないことを報告した。重水素を用いた実験等も行われた。ヨーテボリ大学のシャー・アール・バジエート・レイフ・ホールムリッドは2004年に冷気した水素原子からなる密度の高い金属状態が水素の金属化を効率的に促進することを示した。2008年の実験の結果理論的に予測された溶融曲線の最大値は シャンティ・レムヤードとアイザック・ f シルベーラによってパルスレーザー加熱を用いて発見された。水素が豊富な合金オンは金属化して超伝導性を示すことが MI ・アリメッツラによって発見されアシュクロフトの理論的予想が確かめられた。この水素が豊富な合金では科学的な余圧により温和な圧力でも 水素は金属水素に相当する密度で巡航子を形成する。しかし予測されていたサ再4の高圧での金属化と超電導症は後にサ再4の分解後に形成される水素化発金として確認された。2011年アリメッツとトラウオンは通常の圧力下で水素と重水素の液体金属状態を観測したと報告した。この報告は 2012年に他の研究者から疑問が提されている。2017年1月27日、ハーバード大の研究者、アイザック・シルベラ博士とランガ、ディアス博士が、ダイヤモンド・アンビルセルにより 495GPA という地球の中心部よりも高い圧力をかけ、生成した個体の反射率を測定したところ、ドルーデモデルにより予言される値と一致する値を、 得たため、金属水素と同定したとする論文を発表した。しかし、2017年2月、シルベララの研究室にあるとされていた、金属水素が消失していることが発表された。木星、土星や新しく発見された、太陽系外惑星の内部では、重力による圧縮により、金属水素が大量に存在すると考えられている。新しいデータでは、 以前に考えられていたよりも多くの金属水素が木星に存在することが示唆されている。木星の磁場が非常に強く地表面近くにあるのは金属水素の存在が一因だとも言われている。前期の通り圧力をかけたオンは金属化する。水素が通常の圧力で様々な金属に浸透することはよく知られている。リチウム等の金属では 化学反応が起こり、非金属化合物を形成する。また、水銀アマルガムの形成のように、水素が金属に混ざることも可能である。確かに、パラジウムのように水素を吸収しても金属性の残る金属は多く知られている。多くの金属は、水素を吸収すると、水素脆化を起こす。さらに、MSMH は、水を排出するクリーンで、 効率的な燃料を作るることができる通常は液体水素の12倍の密度であり、分子を再結合すると、酸素中で水素を燃焼させた時の20倍のエネルギーを放出する。燃焼速度はより速くなり、スペースシャトルで用いられていた液体水素、液体酸素の5倍も効率的な推進剤となり得る。不幸なことに、 上記のローレンス・リバモア国立研究所の実験では、燃焼時間が短く、純安定状態が可能かどうか確認できなかった。ありがとうございます。